かつての日本は世界屈指の軍事大国だった。そんな耳を疑うような話ですが、これはれっきとした事実です。日本に鉄砲が伝わってからわずかな期間で日本は鉄砲大国となりました。にわかには信じられませんが、その製造方法から使い方まで、そこには日本の優れた探究心と技術力があったといいます。そこで今回は日本軍事大国への道のりとその後をご紹介します。もし興味深いと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録もお願いします。それは種子島から始まった。日本の鉄砲伝来については実は諸説ありますが、多くの方はポルトガル人により伝わったと認識されていることでしょう。鉄砲伝来を記す歴史書鉄砲記ではおおむね次のようにあります。1543年、一隻の船が台風により難破、そのまま種子島に漂着しました。その船は明の密貿易船で、百数十名の乗組員は全員領主種子島時隆により無事保護されます。その中には3人のポルトガル商人の姿があり、彼らが持っていたのが奇妙な細長い筒状の鉄棒。時隆はそれが気になり、それは何かと尋ねます。彼らは言葉が通じなかったので、射撃を実演してみせました。とどろく爆音と驚愕の破壊力、もはや説明の必要はありません。これは素晴らしい。時隆はたちまち鉄砲の虜となり、彼らに2000両とも4000両とも言われる大金を払い、2丁の鉄砲を手に入れたのです。その額、現在の貨幣価値にして10億円から20億円とも言われ、いかに時隆が鉄砲に魅せられたのかがお分かりでしょう。これが日本への鉄砲の伝来です。そして全てはここから始まりました。ちなみに鉄砲の伝来がポルトガルからやってきたポルトガル商人によるとされるのは誤解です。たまたま漂着した明の船に乗り合わせていたポルトガル人によるものであり、こうしたことが諸説囁かれる理由かもしれません。またポルトガル人と会話が成り立たなくても、明の人とならば漢字で意思疎通ができたことが鉄砲の理解を早める一因になったそうです。さて、2丁の鉄砲を手に入れた時隆は早速次の行動に移ります。家臣たちに火薬の調合を学ぶように指示、さらには刀鍛冶矢板金兵衛に1丁の鉄砲を渡すと複製を命じました。もう1丁の鉄砲は時隆から主君島津義久に、さらには義久から将軍足利義晴へと献上されます。鉄砲を受け取った義晴は、このすごい鉄砲を我が国でも作るべきと、時隆同様に近江国友の東照に複製を命じています。こうして種子島と近江の地で鍛冶屋による鉄砲複製への挑戦が始まりました。当時の日本では日本刀などの製造により製鉄技術には優れています。重心部分の複製は順調に進むのですが、2箇所の鍛冶屋が同時にぶつかる大きな壁、ネジの存在が行く手を阻むことに。これまでネジを見たことのない両鍛冶屋は、その仕組みは理解できるものの製法が分からず悩まされます。ネジがあるからこそ重心を開き、銃の手入れや不発弾処理などが可能になり、それができなければ爆発の危険性さえもある
両鍛冶屋にとってネジは何としても解決しなくてはならない難題でした。一説には種子島の鍛冶屋は娘をポルトガル商人に嫁がせてネジの製造方法を聞き出したと言いますから、いやはやその探求心たるや。何はともあれ、この難題を無事に解決した種子島の鍛冶屋は鉄砲の複製に成功します。一方で国友の鍛冶屋はどうでしょう。こちらはどうにか自力で難題を克服しました。オスネジはその形に表面を削り作ることに成功するも、受ける側のメスネジに乱下します。しかし意外なところにヒントがありました。刃が欠けた小刀で大根をくり抜いた時のこと、刃の欠け具合と大根の切り口が同じであることに気がつきます。これがメスネジ作りのヒントとなり、克服することができました。こちらは気づきと発想力の勝利です。こうして苦労の末に種子島と国友の鍛冶屋は見事に鉄砲の複製作りが完成。日本製の鉄砲が誕生した瞬間でした。ここから鉄砲の製造技術と知識が日本各地に伝承されていくことになります。中でも堺の商人立花屋又三郎と紀州の僧侶津田監物は種子島を訪れて製造技術を習得しており、後に堺と紀州の地は鉄砲の一大産地となりました。少し余談になりますが、時高に高額で鉄砲を売ったポルトガル商人は本国に戻ると大急ぎで大量の鉄砲を船に積み日本に向かったそうです。日本は鉄砲を高値で買ってくれると。しかし彼らが再び日本に着いた時にはすでにはるかに高性能な鉄砲が作られていた。そんな話もあるようです。進化する鉄砲と変化する戦術。種子島に伝わった鉄砲はこうして日本で製造が可能になりました。この時代、世は戦国です。相手を叩き潰し領土を広げ成り上がっていく。そんな武将たちにもこの画期的な新兵器鉄砲の噂は瞬く間に広がります。ただ当初は大量購入とまではいきませんでした。それというのも鉄砲の使い方が難しかったからです。攻撃力は抜群の鉄砲ですが、一発で目の前の相手を倒せたとしても二発目を準備するのに時間がかかり、その間に相手に切られてしまう危険性がありました。また乱戦における命中率も2から3割程度とそこまで高いわけではありません。確かに魅力的な武器ではあるが、やはり難点もある。これが当時の武将たちの偽らざる本音だったようです。しかしそんな中で500丁も鉄砲を発注する武将が現れます。ご存知、織田信長です。命中率が悪い、たとえそれが2割でも鉄砲なら当たれば相手も無傷では折れまい、それならそれなりに使い方の工夫をすればよい、増兵が持つにはうってつけの武器であろう。鉄砲が誕生してわずか5年、しかもそれは信長の名が世に馳せる桶狭間の戦いの10年前のことです。さすがは戦の天才であり先見の明を持つ信長、その凄さに改めて驚かされます。その後信長は国友の鍛冶屋を専属の鉄砲鍛冶として占有し、本格的な鉄砲隊を編成、そしてあの長篠の戦いを迎えました。この時信長は3000とも3500とも言われる鉄砲隊を組織し、当時最高の呼び声の高い武田の騎馬隊を打ち破りました。
ここで使われた戦法が有名な三段撃ちです。最前列の部隊が撃ち終わると、そのまま後列へ回り玉込めを行います。その間に2番手が撃ち、そして3番手へと、鉄砲の玉込めの欠点を見事にカバーした作戦でした。この絶え間ない銃撃を浴び続けた武田軍は、そのまま総崩れになったといいます。ちなみにこの三段撃ちですが、江戸時代の小説家である大瀬保庵が小説新潮記で三段撃ちを創作したとも言われています。ここから鉄砲を多用する武将が激増します。信長の見事なまでの戦術を知れば当然のことでしょう。鉄砲が戦の主要な武器となったことで、戦のスタイルや築城方法なども進化していきました。さらにその進化に合わせ、鉄砲も足軽に持たせ、牙に向けて一斉射撃をするために筒を細くした細筒、弾丸の重さにより細筒よりも大きな中筒、大筒なども登場します。他にも射程距離も長く、城郭の狭間から狙い撃ちするのに適した長筒や、馬上で扱いやすいように工夫された馬上筒など、戦の中でどんどん進化していきました。こうして戦国時代末期には鉄砲は戦の主力兵器となり、日本には50万丁もの鉄砲が存在したようです。例えば同時期のイギリスでは、鉄砲の保有数は1万丁にも満たないという記録があります。ヨーロッパで本格的に鉄砲が戦争に用いられるのは、日本の戦国時代が終わってから。しかも実戦で改良を重ねた日本の鉄砲の性能が、ヨーロッパ製に比べて格段に良くなっていたことも特筆すべき事項でしょう。鉄砲伝来からわずか30年、この時点で日本はすでに世界屈指の軍事大国となっていたわけです。戦国の終焉、その後の鉄砲と日本。織田信長から豊臣秀吉、そして徳川家康と時代の主役が移り変わり、いよいよ戦国の世に終止符が打たれます。家康は鉄砲や大砲などの脅威を熟知していました。なぜなら関ヶ原の戦いや大阪の陣で、その威力をもって自身を勝利に導いていたからです。ゆえに戦国を終わらせ誕生した天下太平の江戸時代では、鉄砲などの取り扱いに慎重になりました。江戸への鉄砲の持ち込みは禁止し、また大名の関心を鉄砲からなくすように仕向けます。家康の時代から仕えた朱子学派儒学者林羅山が、鉄砲は武士道に反する卑劣な武器である、鉄砲は身分の低い者が使う武器である、などと説いたのはその流れとされています。こうしたことが功を奏したようで、武士たちは鉄砲を手放し、平和で安定した江戸時代となりました。その流れのまま明治、大正、昭和、平成、そして令和と、日本は銃社会にならず平和で安全な国として今を迎えています。そういった意味では、今を生きる私たち日本人にとって、江戸時代は感謝すべき時代と言えます。ただこれにより日本では鉄砲などの武器の生産が激減し、技術が進化することなくそこで止まってしまいました。日本が鉄砲を手放す一方で、ヨーロッパでは火器の普及が一つのアクセントとなり、戦争に明け暮れていきます。つまり江戸時代を通して、日本とヨーロッパにおける火器の優位性は逆転してしまいました。江戸時代初期のままの日本と、
戦争により兵器を進化させ続けたヨーロッパ。江戸末期、ペリーが近代的兵器とともに来航した際に、その事実を突きつけられます。当時、日本が所有していた大砲のほとんどが進化が止まったままのもの。そこには圧倒的な軍事力の差がありました。日本は進むべき道を間違えたのでしょうか？いえいえ、決してそんなことはありません。来日した当時の欧米人たちの多くは、日本は野蛮で粗悪な国と考えていましたが、その目で見た日本に驚いたといいます。衛生状態が良く、伝染病などは欧米に比べはるかに少ない。水道網の整備に製鉄技術、織物技術、農業生産力も充実した日本を見て、彼らは皆清潔で身なりもしっかりしている、あらゆる意味で豊か、そして幸せそうだ、村落の街並みも美しく手入れが行き届いていると記していますから、経済的成長率は確かに欧米には負けていましたが、日本は豊かな国に成長していたのです。経済の成長率が低くても豊かで文化的な生活となれる、江戸時代の大切な教えと言えます。先ほど技術の進歩が止まったとお伝えしましたが、それはあくまでも軍事的なものであり、総合的な技術進歩のことではありません。例えば火薬は人を傷つける道具から花火という人の心を和ませるものへと進化しました。夏の夜空に美しく咲く花火に人々が思いを馳せるのは、それは平和の証だからかもしれません。二丁の鉄砲の伝来から飽くなき探求心と優れた技術力で、一時は軍事大国へと上り詰めた日本。しかし人として求める平和が訪れると、その力は人々の幸せに使われるようになりました。これこそが日本のものづくりの真骨頂と言えるのかもしれません。効率と利益ばかりが求められる今だからこそ、考えたい先人たちの素晴らしき教えと誇り、そしてそれを今に受け継ぐ私たちの行く先は正しいのかと。果たして本当の意味で人が豊かになるものづくり、いや国づくりはなされているのでしょうか。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか。ご意見などコメント欄よりお聞かせいただけたら幸いです。またこの動画が役に立ったと思われたら、チャンネル登録をお願いします。